私久々に、うん、好きだなーってなった好きだなーってなった。マジめでたいね。うん、いつぶり？好きな人、うん、3、4年ぶりじゃない？なんか人、この人好きなんだよね。あ、大丈夫ですか？大丈夫。まあ、聞きたい？聞きたい。でもめっちゃ悩みなのが、まあ平成フラミンゴっていうことは分かってるわけですよ。まあお仕事で出会ったんですけど、その方と、まあ平成フラミンゴじゃないですか、私って。で、なんかめっちゃ見てますみたいな。見てんだって、ありがとうございますって。そうそう、すっごい顔がタイプ。タイプなの？そうって思って最初めっちゃかっこいいと思ってたの。なんかそうもう本当に顔がタイプなの。申し訳ない、最初の入りは顔でいいよけど、すごいかっこいくて、もうはあもう世界一タイプだわって思ってたの。でもなんかそのまあお仕事で出会って何かの流れで連絡先交換しましょうみたいなで連絡を取ってて、ご飯行きませんかって。おねえ、今わかる？うち好きな人いるって言ったよね。変なところ見せるわけにはいかないの、私。黙れ黙れ黙れ、おい営業妨害だ。みんな聞いてくれ。これは営業妨害である。確かに見られてるって思うと緊張しないの、この動画とか。いや、ちょっと弊害あるよね。ある？ある。でも今までのもっとひどい姿を見てるのよ、その方は。そうだね。それでもご飯に行きましょうってなる。まあうちが言ったんだけど、ご飯行こうって。あ、そうだっけ？あ、二人がいいって言ったんだ。あ、そう。あ、そうじゃ。あ、なんかね。てか見てる、大丈夫かな？俺滑ってならない。いいよ。え、いいの？なんかその匂いする。これでアピール。いいよ。それまで見せていいの？そんで。いいよいいよ。見て。なんで？お前のこと好きだってこいつ。なんで？これで特大に振られたら笑う。特大に振られたら笑う。てか向こう何も持ってなかったら。え、本当に痛いものだよ。それは大丈夫。本当に痛いものだよ、うち。はい、じゃあうち安心する一言言ってあげる。りょうちゃんのこと可愛いって言ってました。言ってますよ。言ってました。まありほちゃんがお仕事の現場で出会ったっていうか、うちも出会ってるんだけど。でまあ普通にうちも連絡先を交換して、そういろんな話をしてたんですけど、なんか可愛いって言ってました。そんで、どこまでちょっと分かんなくなっちゃって、ご飯行ったみたいなので、うち誘ったみたいなのってて、あ、そう、なんか違う、待って、あのね、どっから説明すればいいの？キモすぎる。え、どっから説明すればいいの？ねえ、頭の中でやってくれ。やばくねえし、舞い上がりすぎだろ。舞い上がり好きな人できただけで。いや、バカ、あんた好きな人がさ、できるだけでさ、この世って何色に変わる？え、バラ色よ。この無色な私の世界に色をつけてくれてありがとうって思う。わかるわかる。なんかえ、LINEもずっと続いてるの？ちょっと待って。10万円。まず出会いました。そこに戻んのかよ。まず出会いました。だからその日になんかあっちから LINE 聞いてきたの。もうその時点ですね。ほの字や。え、うちそんなのなかったの？嘘。え、うちなかった。え、お前もウニ掲げ。いけそんでまあ聞けでも LINE するやん。その日は結構時間も遅くて、なんかポンぐらいで「お疲れ」みたいなで「また近いうち連絡しますわ」って言われて「あ、またお疲れ」って感じで終わったんすよ。じゃあ次の日の朝また LINE 来て「やめてよだってさ、近いうち連絡しますってさ、社交辞令やん大体で、そのまま何もなしで終わるよとかいうのが当たり前やん。でね、まあ今も続いてんだけど、お友達と一緒にみんなでご飯行かないって、それこそ西も誘ってでなってたんだけど、ここで私は、いやちょっと勝負に出ようって。なんかノリでね、めっちゃノリな感じで「2人がいい!」って言ってやった。電話そうそしたらめっちゃノリで言ってたのに、なんか「いいよ」みたいな「別にそっちがいいならいいよ」みたいな感じになって、その出会い2分ぐらいだったの。あ、分かった、じゃあねみたいな感じでピッて切って、でも今ノリだったしなと思って、きっとみんなで行くんだろうなと思って、そしたらあっちからポンって何が来て「本当に2人で大丈夫?」みたいな。一人でいけるみたいな。待って。ガチゲー系じゃないですか。ガチゲー？ガチゲー。ガチゲー？ガチのゲームですね、これ。で、まあ一回ご飯に行きましたっていうところまでですね。なるほど、なるほど。いやいやいや、聞きたいことたくさんありますよね。はい、何ですか、何ですか。そのご飯って、そのなんか、どうだったんですか？どんな話を繰り広げて。なんかやっぱり、ほんとたわいもない話、何人兄弟だよとか。いいな。そうそう、何型みたいな。楽しいよね。学生時代の部活はみたいな。終わった。帰った。次のご飯行く約束とか決まってないの？なんかこの辺りかなみたいなのがあるけど、完全に決まってはない。けど今も LINE が続いてます。